私の強みはそこじゃなくて、あのネガティブな感情を利用してゼロ地点に行くんじゃなくて、ガンとプラスの方に連れてくの腕が高いんだよね。でリアルだとさ、弱さの中から愛されるポイントとか、トラブルの中から才能を見つけるっていう才能があるから、かけがえのない価値観が絶対ネガティブの中にはある。でそこに不一致があるから苦しいだけなので、でもあの自分に対する潜在意識のセルフイメージが関わってるのは確かだよみたいなところで、そこの書き換えと、価値観出せたら、あとはその価値観を満たしていったら幸せになるよね、うんうんうん、愛情も人の弱さも修羅場も見せていただいたのでたくましくなりました。腕も上がりましたおかげで10年間相談乗ってきた中ではっていう中で話は展開できると思う。あの女性としての幸せっていうアイデンティティのところが結局ね、一番強い欲求が残ってるんだけど、そこってすごくさ繊細なところでもあるから、表に出しきれいみたいなのがさ、本当はもっとこうしたい、本当はもっと好き、女としてこうありたい、でも綺麗でいたいはまだ言いやすいのよ。でも愛されてないとかって思いたくないじゃん、ね、寂しいとか悔しいじゃん、うん、だから充実してるふりをするし、まあ、嘘じゃないと思う、充実してるし、今ってね皆さん頑張り屋である程度やったらね、ネットも充実してるし、だから困ってないって言えるんだよね。でダメじゃないのよって、いやいや言いたくなくなるじゃん、分かるよ、私もあの強がり劇結構長いみたいなさ、なんか持ってていい強がりと持ってちゃいけない強がりがあってねみたいな。